チーゲーミング、皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、マーチーからのお願いということで一つお話をさせていただきたいと思います。最近とあることが毎日のように起こってまして、ちょっとね、私ももうね、説明がしきれないというか、もう大変でですね、なので皆様にね、ちょっとお話をして、皆様の方でも協力をしていただきたいなと思っております。というわけで、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。マーチはですね、普段から私のこと何々って呼んでくださいっていう風に言われることがとても多いんですよね。で、これは皆さんの表示名と自分が呼んでほしい名前が同じであればいいんですよ。それか、その表示名の一部にその名前が入っていれば私は全然呼ぶことができるんだけど、なんだけど、その表示名と呼んでほしい名前が全然違うことがあるのね。それがもう本当に困ってて、例えばこちらのマーチーのステアカ2ちゃんは表示名がマーチーのステアカ2なわけですよ。だけどこの表示名なのにもかかわらず、私のことをユキって呼んでくださいとかミッチーって呼んでくださいとかって言われても、もう覚えきらないんだよね、本当に。いやね、皆さんは私一人に言うことなんだけど、私からすると本当にたくさんの人を相手にいつも活動しているので、とてもじゃないけどちょっと覚えきらないです。表示名と名前が違うということは、この表示名の人はこの名前で呼ばなきゃいけないってことで、2つ覚えなきゃいけないので、それはね、もう私にはできません。というわけで、名前を呼んでほしいとか名前を覚えてほしいという方はこちらの表示名を変えてください。私は表示名でしか皆さんのことを呼びません。あと、私に認知してもらいたいという方は名前を固定してください。前までユキだったけど今日からハチになりましたみたいなことあるじゃん。だけどね、もうそれは私にとってはもう別人になったと同じことです。で、またさ、自分のスキン変えたりするじゃん。髪変えて顔変えてってしたりすると、もうね、前の覚えてた人はいなくなっちゃったっていうことともう同じなんだよね。それで前は何々でしたって言われてもね、もう意外と全然ね、覚えきらないです。最近新規の方が本当に増えて、認知してくださいとか覚えてくださいって言ってくださることが増えて、本当にありがたいです。ありがとうございます。なんだけど、一方で何々って呼んでくださいって言われることもものすごく増えて、で、その度に私は表示名でしか呼びませんよっていうことを説明するんだけど、もうそれも本当に大変で、あと今フレンドさんの方も途中で名前を変えると、あれ、この人見かけないなって思って、私多分間違えてフレンド切っちゃうことあると思うので、ご注意ください。ってことで、皆さんのことはもう表示名でしか呼びませんというわけでですね、今からその表示名の変え方を説明いたしますので、一緒に変えていきましょう。まずはですね、こちらの画面を開いてください。そして設定ボタンを押しましたら、ここのね、アカウント情報というのを押します。すると自分のアカウント情報の一番上に表示名というのが出てきます。で、ここのね、鉛筆みたいなマークを押したらこういう表示が出ますので、自分が変えたい表示名をここで入れていきます。表示名は7日に1回しか変えることができないので注意です。マーチのステアカ2ちゃんはね、じゃあ新しくマチコ2にしたいと思います。はい、というわけで、ここで保存を押しましたら、表示名をマチコ2に変えることができました。はい、というわけで、今ステアカちゃんの表示名を変えてきました。どんな感じになってるでしょうか、ちょっと見てみます。おお、ちゃんと変わってますね。マチコ2になっておりますけれども、こうすると私はマチコちゃんってこの子を呼ぶことになると思います。はい、というわけで、こんな感じで表示名をきちんと変えてください。もうね、これはね、もはやね、ロブロックス上のね、マナーだと思う。私たちみたいにロブロックスで YouTube やってますとか、そういうの関係なく、周りの人たちにとっても、その表示名で変えといた方が呼びやすいし、覚えやすいので、これはね、私は変えた方がいいんじゃないかなと思います。というわけで、今回はマーチーからのお願いということでお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。難しいことではないので、呼んでほしい名前があればぜひ変えてみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。